どうも西田渡です。本日なんですけども原宿をスナップしてみようかなっていうところプラス 28mm で、スナップっていうところですね。 28mm の使い方を今日は皆様に解説できるかな。まあいろいろと 28mm でスナップしていこうと思いますので、撮り方、まあ、気づいたところをね皆様に解説できればと思っておりますので行ってまいろうかなと思っております。はい、で今日のカメラ装備がこちらですね。今日は M11 持ってきました。まあ日中で結構明るいですから基本的にはオキピンのゾーンフォーカスで行こうと思ってます。ズマロンですね。めっちゃ小さいでしょ。これで 720g ぐらいかな。実はね Q3 よりも軽いんです。なのでF16 でここに、無限を16に合わせておけばまあほぼほぼ撮れているっていう感じにしていこうかなと。ただねやっぱりこれ ISO 5万までっていうのと、まあ、ISO が2万ぐらいになってきたりするとね結構ノイズは乗ってくるので室内に関してはちょっとね考えつつも、こう外の環境であればこれがの今日のねピーカンの具合であればもう全然 F16 でバンバン撮っていくと。あとはこれ最短撮影距離が1メーターなんですけれども、逆に1メーターって言ってもそんなの気にせずにもうバンバン撮っていくと。なんでグイッと寄って F16 まで絞り込んどけばね結構気にせずに意外とね写真として成立するんですよね。なので結構ライカ使いの皆さんでライカのレンズ寄れないから下手になるって言うんですけど、もう寄っちゃえばいいと思うんですよね僕。なのでその辺も皆様にちょっと解説できればなと思っております。では行ってまいります。はい、ただいま2時ぐらいから一番暑い時間なのでメイジングですね。メイジングでまずは1時間ぐらい撮影して、3時過ぎてくるとねちょっと落ち着いてくるんですよ、まあ暑さ的にも。そこから向こう側のね街の方にも繰り出していくと、そういった2段構えでやっていこうかなと思います。まずは自然で、秘書しながら撮影してまいります。28mm のね心得としましては、まあ、いつも言ってるように 35mm とやっぱ近いです。とりあえず撮っておきましょうっていう感じですね。なのでやはり僕が最近推奨しているのはこういう風に 28mm35mm 単焦点レンズで、この M11 とかそうなんですけど6000万画素要は高画素機を利用して、ズームレンズとかではなくね小型な単焦点、その代わりよく映る単焦点ですよね、解像性能が高いレンズをつけてで高画素で撮っておいて、であとはトリミング、まあ、もちろん慣れてくるとね28も35も一発で自分が一歩前に出たり下がったりとかっていうより引きでね、画角の、決める構成力が上がってきます。なので僕も基本的には28だろうが35だろうがほとんどトリミングはしてないんですけれども、まずはねよくわからないっていう方々はまずは撮っておいて引きで撮っておいて後で、トリミングをしていく、そしているいらない取捨選択、画面の構成の部分ですよね、いるいらない、まあ、基本的にはまず主題を目立たせるために、いらないものを省いていくっていう考え方で、トリミングでね覗いていけばいいのではないかと。なので気になる被写体を1個真ん中に置いて撮って、あとでトリミングで移動させていくっていう、そういったマインドで 28mm も取り組むといいかなと思います。あとはやっぱり 28mm だとなかなかパースペクティブといって広角のねあのワイドな表現ができますから、ワイドな表現っていうのはただね広いところを広く映るように撮るのではなくて、グイッと寄ることによって、引き付き効果みたいなところが狙えますから、例えばですけれどもこういう風に花がありましたと、これもだいたい 24mm ぐらいかな、この花があった時にこういう風にして表現したりするとですね、例えばこんな感じで表現したりして画角をまあどこに置くかっていうところなんですけれども、こういう風にして表現するとまたこれが広角ならではの表現ですよね。なのでこういった感じで考えてみるといいのかなと思います。引きつけるってことですね、画面いっぱいにグイッと寄るっていう。でこちらね 1m までしか寄れないんですけれども、そこも気にせず寄っちゃうっていう、そういったマインドでね撮っていくとライカの特に寄れないと思いきや
寄れないと思ってるレンズに関してはね、グイッともう気にせず寄っちゃうっていう、そういったマインドで取り組むといいかなと思います。いやちょっと休憩します。さすがに暑いんでね、ちょっと水分補給しないと。いや、やばいやばい、ちょっと日陰で。やっぱりこの明治神宮とかこんな感じで休憩スポットもあるんで普通に座れますね。平日だと全然空いてるんで、まあ8割9割外国人観光客の方って感じですね。また中国の方も個人旅行 OK になるらしいんで、めちゃくちゃ増えそうですね、これから秋から冬にかけてね。でも平日でも結構空いてます。はい、今日はねこれにて終了っていう感じですね。まあ水分補給しながら、まあやっぱこれちょっといいですね。このノースウェイスのこのベースレイヤー着てるとちょっと風が吹いてくれるとすごい気化してくれるんでね、これは結構必需品かなって感じです。あとやっぱズマロンね、やっぱコンパクトで置きピンでゾーン補化していくといや楽しいなっていう。でやっぱアポズミとか最新のズミルクスとかと比べるとやっぱコントラスト硬かったりね、ハイライト飛びやすかったりするので、まあ、そこはね逆に線の太い描写っていうところで割り切ってやっていくっていうのが面白いのかなと思いました。ぜひね、この 28mm という画角皆様の参考になればと思っておりますので、チャンネル登録グッドボタンをお願いいたします。それでは失礼いたします。西田タルでした。